では今日は三重県の多岐市にやってきました。ありません。え、多岐町、あ、そうか、三重県多岐町今日は三重県の多岐町にやってきました。幸せを感じて生きてます。だけど時々抱えきれず、いっぱいになって叫び出す。未来は闇夜の向こうで、僕らに手招き飲み込まれそう。そんな時ニュー神社すごいめっちゃいい雰囲気です。ちょっと車がいないこれって、あ、本当だ、なんかあそこに、あれ誰これでも誰のじゃあニュー神社に行きましょう。なんかこれがめちゃくちゃ素敵。ハスの花？ハスの花がすごい綺麗に咲いてる。ハスって すごいですよね。泥の中で、私ハスみたいって言われたことある。サポートメンバーにあのツアーで行くときに車の中では泥みたいだなってそういうちょっとディスりが入って、ね、分かんないか、うまく説明できない。またなんかさっき調べたら、ニュー神社って煩悩の煩に生きるで、ニュー神社って煩じゃない、これ煩じゃない、端正な端だ、端正に生きようの端に、すごい、ご神木様がありますね。ちょっと神社このは山の神様、すごいなんかかわいい。じゃあの神様、三重県の山々をお守りください。すごいかわいい、素敵、こういうの。すごい今日大雨予報でどうしようかと思っていたんですけど、今お参りしたらなんと晴れて、めっちゃ太陽が出てきた。
さっき雨乞いの神様なんか言ってたけど、あれやった、でも嬉しいです、晴れてきた。引き続き三重県を探ります。姿見の池。自分の姿を映すとどうなるの？悪い人は映らないんじゃない？悪い人は映らないの？あれ？どういうこと？映らない、悪いのかな？影ここにいるよ。姿が映らないってことは結構死ぬんだよ。姿見の池です。はい、普通にしててください。ハスの花綺麗。あ、かわいい。あじさ、弁財天、弁天様、お水もあってね。あ、なんか外国の方がハスの池を取ってる。本当だ、外国？日本人かな。でもこれ綺麗、ハスの花写真撮りたいな。あ行、あ行、口が開いてるからあ行で、トトトトトト、うん行、あうんの呼吸、あ行、うん行、仁王門、奈良にもいっぱいあるから、やっぱちょっと自分が知識があってものを見るとなんか親しみが増すから楽しいですね。旅はだからちょっと調べてから行ったりするとより楽しくなるんだな。そんな時には